サナダ本城は長野県小さ型郡サナダ町にあった日本の城。戦国期に活躍するサナダ一族発祥の地であるサナダの里にあった。別名は松尾城。戦時用の山城であり、平時の政務機能は麓にあるサナダ市館に置かれた。サナダ盆地の大砲に、溶岩の地とい市場を望み、さらに周囲の峰々にも数多くの市場軍が連なり、 単体の山城ではなく、真田盆地を取り囲む山城軍の司令部的存在と考えられている。別名、松尾城とも呼ばれるが、その場合、鳥居峠方面にある史上、松尾城は、松尾古城と区別して呼ばれる。ただ、追記時期を鎌倉時代とすると、松尾古城の方が古いというわけではなくなり、はっきりしていない面が多い。追記は、 戦国時代の天文年間に、武田家臣の真田幸綱と伝わる。一方で、城の発掘調査によると、縄張りは、鎌倉時代の古い様式が見られ、真田氏以前にも山城が存在していたと考えられている。天文10年に開国の武田信虎、品の国諏訪軍の諏訪頼し村上の清連合軍が、品の策、小さ型軍侵攻を行う。 これにより、重野市着流の雲の宗綱と共に、真田幸綱は本領を奪われ、上野国へ亡命した。この当時の真田本城については、資料が残されておらず、不明な点が多い。村上氏は、真田本城の史上の一つである豊イ市を、小さ型軍支配の拠点として使っていた。天文20年に、武田晴信の命を受けた幸綱は、 ト石城を奪取して、小さ型の本領を回復した。以来、行綱、信綱、正ブの三代にわたって、真田本城及びその市場群が整備された。上田城に移るまで、真田ダ市の本城であったと考えられている。ありがとうございます。